お疲れ様です。ラットです。今日はこちらペッカラムやっていきます。さあもう今シーズンで何回も紹介したペッカなんですけど、じゃあ本当に強すぎるので、まあ、今日もねやっていきます。でペッカラムもなんかいろんなねゴブリンシュタイン入りとかなんかライトニングが入ってたりだとかなんかまあいろいろあるんですけど、まあ、今日はこっちにしようかな。はい、ペッカウィザードのまあライトニングかな。で雪玉ですね。なんか一応ゴブリンバレル枯渇デッキとかに対しても雪玉が強いので、はい、まあ、枯渇にも勝ちたいよの雪です。はい、行きましょう。さあということで、ペッカ本当にイカれてます。でまあラムもイカれてます。ペッカもラムもイカれてます。であんま考えすぎないぐらいがいいっすね。なんか本当にペッカ飛ばしてその後ろにラムつけるとかなんかそんぐらいで勝手に勝てちゃうもんなんで、なんかこんなのもね雑にラム飛ばして、まあライトニングはね別に打たなくたっていいな。これは美味しいライドラだね。ダメージも稼げて、キング起動はしたかったけど、まあ消えろ。うわーでけー一発。あいたペッカかな。さあペッカっぽいっすね。もうこんなんちゃっちゃケツペッカして後ろにラムつけたら勝ちですっていう、やってることシンプルなんでね。正直ライトニング打っちゃってもいいし、てかなんだこれウィザードでもいいな。ラムつけるとフリーズ防衛されそう。まあウィザードつけたところでフリーズ防衛されそうなんでトレトンで引っ張っちゃおう。はい、でペッカを延命したのを、いやーなんかこれで勝ちっすよ。はいかわいそうすぎるというか、なんかもうね何なんだろうねこのイカレー環境は。いや強すぎるんですよね、単純にペッカもラムもっていうので。まあ相手もペッカではあるっすね今回は。で対空ウィザードだけなんでバルーンは大変っちゃ大変かもしれないんですけど、まあラムライダーで守る、まあ、防衛ライトニングもあるっていう部分では、はい、全然戦えるかな。ちゃっちゃ出しちゃおうかな。逆サイバルーン来たらウィザード強要からのもあるし、まあこのちゃっちゃ出したペッカぐらいが負け筋かなあのフリーズがねそうあるんで、まあライダーにライトニングって飛来侵されなきゃっていう話。そうね、まあでも耐えれるかな。耐えましたね。でけえ今ので爆破だけで抑えられるのは幸せなんだよ。で大事なのはここのトリトン。トリトン、トリトン緊急ライトニングからの雪玉とかかな。よいしょ。さあナイスですよと、まあ、言った感じで、まあ、対戦相手にもねちょっとペッカ多いんで縦の選手とかも入れたくはなりますとか、まあ、入ってるペッカもいます。ペッカゴブジャイ、ペッカバルーン、ペッカラム、ペッカロイジャイ、ペッカツケラ、なんかまあいっぱいいますけどまあいっぱいいるから本当に強いんでね、使えるならば使った方がいいです。使わないのがなんかもったいないというかね。もうその俺も別にペッカとか普段マジ使わないし、なんか使ったこともなんか数回あるかどうかぐらいですよ本当に言ったらね。そんなんでもなんかもう適当にペック出してラム出しとけば意外と勝てるもんなんで、なんかあんま考えずねあんま考えず出しとくのがいい気はしてます。はい、まあこれは仕方ないかな。いい攻めです相手ので、防波もあるか、まあ、ちょっとうざそう。いやいい、俺もダメージ受けたけど相手も結構受けるねこれ。飛ばせ、え受けすぎじゃね相手もダメージ受ける、受けすぎじゃん。おっつ、よしよし、ちょっかいかけとこう。エリアドも取ってそうっすね。でこの迫撃ブラスターデッキもね結構流行ってるんですけど、
まあ、これに対してはね、ウィザードが強いね。トルタン引っ張れるような、やる気次第。オッケー、ウィザード。まあ禁忌してるんで LSP これいらんかったな。ウィザードよくやったな。で372はライトニング圏内なんや。熱いね。さあってことで、まあ、残りは別にペッカプラスウィザードを組んで適当にラムつけとけばみたいな感じではあるか。え、ワンペチ。まあこういうのはおとなしく許容でもいいね。なんか悩むね。どう考えても左は折れるんですけど、左を守りたかったっけ。329ちょっと守りたかったんで左ペッカにしました。543で相手ディガーしかないんでね、これやばいかな。飛べ、おい。いや543を守るかどうかだよな。あいつスケバレだからさ、気づいたらディガーがないんだ。おやおや。さあちょっと守るかマジで悩んだけどね、まあ、結果守ってはよかったか。さあペッカが強すぎることでこのペッカ迫撃枯渇みたいなのもものすごい満載、本当に多いんだよね。現環境ペッカで勝つかペッカをメタって勝つかみたいなところあるんで、なんか前シーズンもそれ話した気がするんですけど、まあ、今季も変わんないですねそこは。うん、まあでもああいうペッカのメタもウィザードだったりね、これはだったらゴースト雪玉レシピとかで頑張れるよっていう感じだね。アリキラー YT ね。まあちょっちゃペッカ出したいよね。まあゴブリンしたいもいいよな。ライトニング打ってもいいかもな、暇だし。本当は禁忌したいんですけど、なんか手札がなんもねえ。さあホグか、ホグかラムか、どっちかっすね。消えろ。うわー雪玉便利だな。いやーこれさラムつけてさ、まあライトニングいけねえか。ラムよりゴーストか、ゴーストからの遅れてラムはすごい強そう。いやで大砲が低めなんでこれ別に逆でもいいな、無理して動作にこだわんなくてもいい。あーこれ近畿だけで終わるかな。いや、えっやばい、スケとか来たらね最強の雪玉だったんですけど、いらん雪玉でしたね。でもこれで多分折れんのかっていういややばいよな今の。ちなみに進化ペッカじゃないっていう通常のペッカね、デフォで強えかんな。まあまあ一応今シーズン終わりはバランス調整がないので、どうなんだ、もう1ヶ月でペッカ環境続くかな。緊急調整さすがになさそうなんだね、なさそうなんで、まあ変わんなそうではあるか。いやマジで強いよねペッカに対しての一応大砲とかはね、メタカードとして使われてんのに関係ないもんねそれをひっくり返すペッカとラムライダー、圧倒的壊れです。めっちゃ多いペッカとかラムばっかだ。さあってことで来たねブラスターで、現環境ブラスターのデッキはもうほぼ迫撃ブラスター枯渇みたいな、もうペッカをメタった迫撃しかねいない気がします。なのでまあそれっぽいね。
テッカプラスウィザードの形が強いので、まあ、ソロをしたいね、俺は。で、余裕あれば、まあなんか他で。これラムネ出すのしょっぱいかも。ああ、発撃置いてくるタイプならゴーストもいらんかったね。まあ適当に耐えまして、自分からペッカを出すと意外とムートとかがねだるいんですよね。1倍タイムは特にね。なんで2倍タイムぐらいまで待ってもいいな。内側、トリトン読みにね内側ディガーだと思ったら違ったな。リザード出すとケツムート、まあケツペーいっちゃってもいいけどね。本当にいっちゃう？いっちゃってもいいんだよね、本当に。どうしよう。お、これ強いよな。で、真ん中ムートで回収ね。いや、違う。許容丸か。いや、これ範囲に行きそうだったね。これレシピもったいないね。いやーもうね、そうムートが強いんでね。まあでもウィザード強いんでこっからね。ペッカウィズ組んで冷静に対応したいの。体力回復ね。まあ暴発がちょっと強すぎるか。これやばいよね。マジさ意味わかんないでしょ。いや終わってんだよね。だからマジその俺も別に突破できると思って今の攻めしてないしな。一旦形組んで、まあなんかどうしようかなみたいな考えてたら終わっちゃったよねっていう話なんで。え、今のやばいな。いや今のやばいよね。ライトニングもなんか打ってないしね。なんかライトニングとかやらめにしてもねめっちゃ強そうだけど、まあウィザードいるしいらないかっていう。チッチ、なんかムートの盾を破壊して体力回復とかさ、まああとはそのペッカを一瞬防ぐね、槍ゴブリンとかも回復して、なんなら元の HP 増えちゃったよみたいな。なんなんだろうね、槍ゴブリンは今までペッカに強かったはずなのに逆にペッカを回復させてしまうっていう雑魚キャラになっちゃったよね。なんかまあ輝けるときは輝けるけど、進化ペッカに対してはっていう、難しいよね。ああ、これ相手のデッキ結構めんどいね。ちなみにトリトンスケみたいな、え、俺が持ってたんだ、違う。ロイホグいるわ。ゴースト生きて耐えるか。ほんとね、まあ昔キョスケプラスのロイホグだったと思うけど、ムートいるんで工場かもしんないね。人気デッキか、ちょっと変わったロイホグデッキ。工場でしたね。進化工場、進化スケとかかな。で、呪文はヤナメザップ、進化ザップか。これさ、いた。え？あー、まあ、生きてよかったね。あんまちょっとわかんないんで。え？相手ミスってねえのか今の。完璧やん。あれ？ペッカが死んじゃったよね。え、でも待って、相手のターンめっちゃ削れてはいる。いやー便利なライトニングや。近畿丸がなんかめっちゃ遅くなっちゃったな。
これ行っちゃいたいの。でかい雪玉2周。守れるかな。まあ守んなきゃいけないか。ペッカ出してもいいね。最悪普通に進化回すか、まあ、雪打ってからちゃんと考えるか。まあムート残んのめんどいけど、ここさえしのげば俺のがペッカラム組んで呪文打てばいいんで有利っすよね。破壊力がすごいな。マシマシ。いやーいいマサネクだな。それやりすぎたとかない。え、ちょ余計なこと。余計じゃねえか余計か。いやー形組まれたらねめっちゃ俺の方が相性そうなんだけど。ウィザード入りそう。こっからか。マジあるよね。いやー勝てえなあいつら。でも相手が一番持ってんだろうな。え、やばい待って、めっちゃ頑張っていたけど。タイブレイク。うわ耐えたら。反抗期やべえやべえ。うわうわぁ、こうすったぁ。うわ、マジで。ペッカを、もう一マス、なんなら 0.5 マス上に出しておけばみたいな。うわぁ、惜しいね。惜しいね。間抜きなんかすげえな。したいんね。したいんもね、結局多い、多いっすね。だからまあペッカラムこれ、したいん入ってないんですけど、別に持ってんなら、入れてもいいかんね。別にどっちでもいいんだよな。まあ入ってる方がよりデッキパワー上がるかもしんないんですけど、なんか環境的に迫撃ムートの枯渇が多すぎてウィザードの方が輝けるんで、ちょっとだけ今ウィザード型が増えてるかな。ペッカゴブシューラムレイジも止まんなさすぎるんでね、正直。やってることは変わんない。ほんとペッカ出してラムつけるだけなんで。ああこの人はねプリンス呪い枯渇ね、ちょっとだるいね。しかもブラスターやん、エグすぎる。ペッカアンチだ。ごめんなさい。え、ウィザード熱い。まさかのね、まさかのウィザードなんだよね。いやこれさ、ウィズさ簡単に溶けちゃうか。呪文が呪いレイジね。まあひとまず耐えましょう。うちのゴースター何やってんだ。ラムでいっか。なんか悩んだな、いろいろ。一旦ね耐えでいいか。進化バレルのサイクルではある。危ねえ。
進化、いやこれでも最終さ、進化ピッカウィザードラムライダー組めばまた気づいたら勝ってる事件がありそうだな。でもそこまで耐えれるか生きて帰れるかっていう話ね。あんま良くない防衛したかも、ね、いやー、橋前プリンスも浮きそうでした。まあ相手はそういうデッキなんでね、仕方ないけど、仕方なくないぐらいのダメージ受けちゃったな。捨てちゃってもよかったけどね。いやさすがに守れねえか、トリトンに来ても。いやまあ1本は折れるよって話ね。277あと守れるかどうかね。いや守れねえな。やばすぎトリトンがプリンス引っ張ってくれた奇跡によってやばすぎるな。ブラスター枯渇にも勝てちゃいますよっていう話ね。やば、偽物や月面来た。まあマジでラムなんじゃないっていうみんなペッカなんじゃないのっていう、どうせね思ったけどスケが出てきたからちょっと違えわ。え、珍しいドリルか、ゴブリンシュタインドリルかな。何でもありそうだけど、クロスとかも。おお、いや違う、ロイフグだ。進化ボンバーロイフグかな。大砲使ってくんねえかな。え、これ寄っちゃうんかな、後ろから出したら。ルート強制ね。まあ暇手札回しして、これファイスピガー型はねウッドがないやつかなと思うんですけど、そしたら相手はもっとボンバーを回してくんのかな、わかんない、違うのかな。進化スケ丁寧だな。まあライトニングって考えてもいいが、一コス使ってほしかったな。これ進化スケがそうよね。うん、まあまあまあ、進化スケ進化ボンバーでウッドがなくてデリバリークエイクか。まあこれも後半結局ペッカラム、進化ペッカプラスのラムでウィザード添えたら止まんないと思うので1倍を耐えたいね。あとは進化ボンバーね、次のロイフグとかは真ん中ペッカで来ちゃうとでんでんでんつってバケモン来ます。はい、よいしょ。まあボンバーをいつ使ってくれるか。やべ、この位置逆にいいか、微妙か、行かれてる。いやーこれやばいな。勝てえな。あ、着衣にライトニング打つあれがな、ヤンキーすぎ。さすがにちょっとありそうだな今の相手の攻めで。
全然きついけど。斜め欲しいな。この大砲さ、いや壊れてる。今ので止まったらダメだ今ので止まったら何も飛んねえよ。いやワンチャンあるなこれ。またつえな、ちょっと。いやー止まん、うめえな偽物ケンツメシの高回転型のキツメシくん、うめえな。高回転大砲ね、ちょライトニング打てればだったけど打てなかった。こういうのゴブリンシュタイン欲しくなるね。まあウィザードだと、ウィザードがちょっと腐っちゃうか。枯渇系には強いがスケ系にはちょっと微妙ですよと。おいブラスターね。まあ着衣ログに強いペッカデッキとかもね、それこそペッカゴブジャイとかペッカラムの柳目型とかもあるんで、まあそれはどの型を使うかにもよるが、迫撃のね、あこれね、でここはつか、えバレルなのにブラスターだった。まあこういうのに貸したいならこのウィザードがいいよねって話ね。はい結束しちゃおう。えマスカのね、いやこれ逆サイさめっちゃ許容します。ウィザードで歩いたらさ振り向いてくれない。いやいいね。でラムつけてから、あのはい考えます。まあどうせロケットないっすこんなの、はい、あとは運ゲー。でも運ゲーでが出ます。気持ち程度のエレスピでひどいよ。いやでもマジ本当になんか多いですよ。初手ペッカしてラムつけてレイジーとか今みたいなね。いやマジでね、これしてるだけなんですけどね、これしてるだけで勝てちゃうんで困ってはいるよね守んのも難しいしな。進化ペッカサイクルだと特にペッカ溶けねえし、ラムもすぐ走ってくるし、この環境ちょっとね簡単だけどむずいんだよな。相手のこのペッカラムウィザード、ペッカゴブリンシュタイン、ラムライダーレイジー、守んのがね誰でもできる形がゆえにむずいんだよね。ごめんな。まあ守んのはむずいんでこっちがやってやるっていう。いやマジ勘弁してほしいな、バレル系はね。いやいい体じゃない。いやーめっちゃいい。で枯渇とかになるとまあロケットとかが入ってくるんでね、ペッカの後ろにラムつけちゃうとペッカが結構いかれてもったいないことにもなるんでね。まあこれに関しては言ってもよそうだけど、ウキは優秀すぎん。えでもうちのラムの方が優秀だったいやーもうなんか本当に簡単にねダメージを通せる時代が来ちゃったよね。いやーこれ端ペ行きてー
けど、どうせウィザードか。ウィザードとかギャングか。いや、アドというものはね、いや、これ許容です。うわ、めっちゃいい。よし、今のはペッカでコスト使わして、ギアを許容したからこそのではあるんですけど、ここが苦しい。人気無理そうだよ。で、この相手はロケットがないね。俺も使ってる枯渇デッキなんで。ま、いやー、いい大砲や。いや、これマジでしょっぱいな。すべてがしょっぱい。一回耐えるか、もう一回。クララは耐えのゲーム。いやー、これ後ろからもう一回耐えたら勝てるぞ多分。耐えるしかないっす。でも逆を言うと耐えれば勝てるよ。ありそうすぎん。やばすぎるよね。はい、止まるわけもなくね。え、止まんの、もしかしてこの残り物のアイスピで。うわー、まず、やばい、やばい、うっ、うわー、やめちゃった、ウィザード。うわー、ヘナチクラミした、もってねー、もってねー。マジやらかしたわー、やらかしたわー。でもね、あんな枯渇にもね、勝てる可能性があるからな。てか全然勝てそうだったからね。もう脳死ペッカラメしたいな。トリトンが欲しい、手札に。相手のさ、大砲も早すぎるもん、ね、普通に。これでもうアドヤン待つ。え、エリジャイド、エリジャイがいることあるんだね。ペッカ歩け。いいね。え、おいしい。まあフェニックスとかいるとちょっと嫌だけどみたいなね。いたね。また取れなるわこれ。やりすぎたな。うまい、それ。まあでもここのラムがちょっとだけいい。トリトンもあるし、ボーラーとかもいんのかな。あー、いたっすよ。言うキャラ全部出てくるよ。まあなんか、こんなペッカ多い環境でエルジャイやるぐらいだったらね、フェニボーラーぐらいはいるかなっていう。ボンバーもいてもおかしくないけど、今んとこ見てないか。やっぱ右に入る。いやー、ちょっと気をつけたんだけどな、入らないように。入っちゃったの。いやー、これ、攻め、あー、なんかボンバーいるわ。攻め難しいね。まあ、ライトニングがちょっと強いか。ウィザードにライトとか打ってくんねえかな。打ってくれそう。打ちたいよね。
ケツペはね、ユニット固められてアド取られると思うんですけど、状況によって良さそう。ラムボーイが一応ラム絶対的信頼がある。で、近畿もある。あーでもそれ強いな。フェニックス回収やばいな。ないと、まあまあボーラーもあるもんね。ここでもなんか熱いな。誰がどう見てもこのトレネは怪しい。対エリジャーに自分から行くよ。逆だったら。角度がいいの。え、よくなくなっちゃった。まあライトニング削りというか、相手はもう進化ボーンやりたいと思うんですよ。この大変美味しいの。美味しくないから。進化ボン削りで勝てるかなと思ってそうだけど。だいぶ怪しい攻めが来てはいる。だいぶ怪しいユニットが来てはいる。フェニックスはライトニングでしばいて、まあどっちだっていいな。幸せの舞。トリトンが最強すぎる。まあいいエレシアイだな。こっから生き残ったやつマジ見たことないんだけどさ。初めて見ることできんのかな。いやマジちょっと生き残られそうでやばいけどね。ね、意外と耐えられるもんなんだな。いけポテ。さあナイス。フェニーボーラーね、進化ボンバー。まあエレジャー今きついよね。ってことで、マジで本当に勘弁してほしいぐらい強いです。ペッカーがねものすごい強くて、後ろにラムつけとくと気づいたら勝ってるみたいな本当によくあるので、おすすめです。皆さんぜひね、こちらペッカラムね、これも強いです。はい、また紹介できたらなと思います。ぜひ使ってみてください。お疲れ様でした。またね。